で,では速果塾の久保が1億円シリーズのちょっとね、えー、クライマックスといいますか中核をなすお話をさせていただきます、まあ、前回はですね私が50代で何もなくなったらどういうことから始めていくかってことをお話し,しましたけども今回はちょっと意識の面でねお金持ちになるための4つの意識っていうスタイルでお届けしようかと思いますよろしくお願いします1つ目はですね健康にコストをかけているかってことですよね で昔はですね朝から晩まで睡眠時間3時間で働きましょうみたいなことがありましたこれはですねまだ科学が発達してなかったであの文明がねまだ発達してなかったそして IT がなかった時代の話です時間を使うしかなかったんですよねでも今いろんなねパソコンとか IT の仕組みがものすごく私たちの時間を短縮してくれてるんですよ例えばこのスマートフォンみたいなもので ちょっとした隙間時間でもすごくたくさんの作業ができるわけですよねなのにもかかわらず朝から晩まで働くっていうのはこれはねまだまだ労働に従事してるってことになります 今はね、やっぱり稼げる人って早寝早起きなんですよ。時間を自分でコントロールできる人なんですよね。ここから始めて、ここに終わるよっていうふうに決めたら、本当にその通りになるかどうかってことを毎日トレーニングしてるんですよ。だから適当な時間に起きて、起きたらやる気になったらやって、で、眠くなったら寝るみたいなの、これ一見自由に見えますけども、これタイムマネジメントができてないってことなんですよ。まずは基本的には、ここから始めていきましょう。健康にコストをかける。その健康コストの一番が、睡眠をしっ,しっかりとることですよね。時間をちゃんとコントロールすることに でその睡眠時間の確保ができます夜22時に寝て朝5時に起きるみたいなペースがつかめているかどうかってことですよね適当にやってはうまくいかないですその次に食事が大事になってきますこの話はまた食事の話は、ね、また次しますでえ次の特徴なんですけどもお金持ちになるためには必要なものがね誠実さですよねどこまで行っても誠実であることだと思いますえっ、ー、とこれはですね自分に対して誠実なのもありますし周りの人に対しても誠実さを示しているってことになります 自分の行動や自分の言動によって誰かが失敗をしてしまったその時にいやあのその失敗にね自己責任ですよっていう風に突き放してしまうんではなくって失敗させたことに自分が責任を取れるかどうかってことなんですよ、ね、自己責任を他者に押し付けてはなりませんこういう風なね安っぽい理論なんですよ自己責任ですよって言って自分がいろいろねって勝手に言っといてあなたがやったら自己責任ですよっていう風なのねもうこれはね自分の言動に自信がない人の いう最後の言い訳ですよね。で、自分はきちんと教えているのに。 教わった人がちゃんとやっていないからだっていうのをすぐ言い出すんですよ。どうせみんな行動しないからねとかね、言うわけなんですよ。だからそういう風にしてしまえば、それはね、ほとんどの人が動けないんですよ。なんで行動しないのか、それは自分に原因があるんじゃないかなって考えていくこと。そうなんですよ。だからね、この自己責任を押し付ける人と対極にあるその誠実さっていうのは、必ず原因を示すってことなんですよ。なんでそうなったのかとかね、なんで行動する原理が起きなかったってことを原理をね、その原因を示すことなんですよ。 あなたが失敗したのは自己責任ですよって言ったらこれね原因を探したことにならないんですよほんと誰も分かんないんですよねうんこれはねひどい話だと思いますよ私はしかもお金を頂い,いてるのに自己責任だってね言う人もいるぐらいですからね自分が塾を売ったりとかしてお金をいただいてそれでいろんな教材を出してそれでうまくいかなかったのは教材が悪いからだ自分の発信が悪いからだ自分の行動させる力がなかったからだって思わせないのはとてもひどい話だと私は思いますだからお金持ちになれる人っていうのはちゃんとここら辺にもね 自分にに原因があるるんんじゃなかかろううていうふうに探してくれるんですよねはい次ですね次3つ目は金銭崇拝ですよねでお金は豊かさにつながりやすいってことを認めないといけないですよねで能力のない人っていうのはもうねお金を使うしかないんですよ能力がない自分にはない特技を必要とするときにはお金を使って自分にはできない特技を持った人を雇うって感覚ですよねそれがあ子育てかもしれませんし、えーね、家の掃除かもしれませんし 運転かもしれませんし高い IT スキルかもしれませんし力仕事かもしれませんけどもとりあえず自分にはできないことを人にやっていただくときにきちんとお金が払えるかなってことですよね。これちょっとね言い方をえげつなくすると自由を買うためにはお金を使っていくってことなんですよ。ね、10のお金を使って30の効果が得れるんだったらきちんと10使うことですよね。 でも10の消費を恐れてお金を使うことを恐れて30の効果を取れないとしたらそれはねお金持ちになれない要素になってきますでお金に使われる人っていうのはあのまだねたくさんお金がない人のやることですでお金を使う人お金を使って人を使うっていう人はこれはお金がねあの持てる人のやることでもこの意識っていうのはお金がない時から持った方がいいです自分が誰かに使われてるなと思ったら自分はお金がないんだなと思ってね いつかは自分がお金を使う番にならないとなっていうふうに考えていくことはすごく必要です。で、えー、最後になりますけども私の考える特徴お金持ちになるための特徴の4つ目っていうのは頭がいいことですよね。うん、頭が、ね、ぶっちぎりでよくないとダメです。そのためには特技を増やすことです。苦手をやめて特技を増やすこと。だから苦手がたくさんある中でうまくいくってことこれ異常なことなんですよ。だからその異常な例を持ってみんなにもなれるですよ。 っっていいいうなななのはちょっとないかなとか思います多くの人は普通の人なんで普通の人はね普通の行動して普通の結果しかもたらせないんですよではその普通の人が扱えるようなあノウハウや結果ってものを提供できるかどうかってことが誠実さにもつながるんじゃないかなと思うんですよねでいろいろ申し上げましたけども今回付け加えるとしたらあのリスクを回避してるかどうかってことも入れないといけないんですよね全ての行動に対してそうならなかったらどうするってことでリスクを20人も30人もあのリスク回避をね ちゃんととしているかそれがすすごく大きな問題だと思います多くの方はあのー、リスク回避をしてないんで成功が積み重なって暴落が起きた時に全部失うんですよ。少しずつ積みみ上げてていいってドーンみたいな感じですよねだからリスクを回避したら少しずつ積み上げていってちょっと落ちるけどまた積み上げてっていうのができるんで、えー、成功のペースが落ちないんですけどもほとんどの方はねこのリスク回避これを甘く見てますよね何もしてないと言ってもいいぐらいです。 で特にうまくいってる人ってのは、有頂天になって油断するんですよ。そうではないんですよ。うまくいった時こそ、そのうまくいった部分をですね、リスク回避に少しずつ少しずつ回していくことしないと、一発アウトでドカン退場ってことになっちゃうわけですよね。昔は良かったとかね、あの時は一発当たったのにみたいな、これ宝くじと全く一緒の発想なんですよ。まあ、ですんでね、こういった今回お話したことを意識してやっていただければなと思います。まずは健康に気をつけていきましょう。では、今回以上です。